バイアコム CBSCBS CBS エンターテインメントグループ CBS 本社があるニューヨークの CBS ビルディング CBS はバイアコム CBS が CBS エンターテインメントグループ部門を通じて所有するアメリカの商業放送テレビラジオネットワークであるニューヨークの CBS ビルディングに本社を置きニューヨークとロサンゼルスに主要な制作施設と業務を置いている NBC ABC と並ぶ三大ネットワークの一つで、最も早く、ラジオネットワークを築き上げたパイオニアでもある。CEO は、バイアコムの CEO だったレスムーンベス。1997年までは、正式名称コロンビアブロードキャスティングシステム、略称 CBS であったが改名して、現在の正式名称となる。愛称は、目、瞳を表したロゴから、愛と呼ばれる。 以前は視聴者層を選ぶ制作機質を持っていたこと、1950年までニューヨーク市のティファニー本社前に本社があったことなどから、時としてザ・ティファニー・ネットワークとも呼ばれる。アメリカだけでなくカナダ、メキシコでも放送網を持つ。日本では TBS ホールディングスが業務提携しており、TBS テレビの局名及び略称は CBS に習ったものである。 報道においては、中道寄りである。ウィリアム・サミュエル・ペイリー・フランク・スタントン・アイ・ラブ・ルーシー・ CBS 経営体制の変化。CBS の目、CBS の目をモチーフにしたロゴが最初にデザインされたのは1951年10月17日、20日に初めてテレビ上で使われた。グラフィックデザイナー、ウィリアム・ゴードンがデザインを出かけ、 ペンシルベニアダッチのヘックスサインとシェーカー卿のドローイングをモチーフとした。それから数年後、ゴードンは新しいロゴを提案したが、社長フランク・スタントンに目のデザインは残すよう要求された。結局、ロゴはデザイン変更されることなく、現在となっては CBS のロゴはアメリカで誰もが知る有名なロゴとなり、イギリスのアソシエーテッドテレビジョンなどは目のモチーフを真似るなど、 しばしば世界のテレビ局で模倣が行われている。ロゴはアイマークとも呼ばれ、90年代後半、バイオコムとの合併までは、CBS の国内外の放送名だった。CBS は自社が国外に死者を持たないが、CBS ニュースが記者を派遣して、国外ニュース報道を行う。CBS ニュースが制作する番組は提携関係に、あるイギリスのスカイニュースやオーストラリアの ネットワーク10でも放送。2005年までは、欧州、アラビア圏を中心に展開する、チャンネルオービットニュースでも放送していた。アメリカ CBS テレビとの包括契約を更新。TBS テレビ総務局広報部。2019年12月27日閲覧。ありがとうございます。